どうもー、俺の晩酌です。こんばんはー。えー、本日も一日お疲れ様でございました。えー、私、ただいま帰宅してまいりましてね。えー、こびくぶるやらせていただいてますね。うーん。いやー、しかしね、今日はなんとか、ま、あ引き分けっていう感じですね。うーん。まあまあね。 うーん、引き受けやから、まあ、えっかっていう気がします。私、今日に関してはね。うーん。まあ、多分 T が打ったからやろうね。うーん。まあ、T が打てば、まあ、いっかっていう感じですね。えー、正直。ええー。いやー、よかったよかったね。まあ、3対1で、まあ、このまま終わるかなと思ってたような空気もありましたからね。うーん。まあ、追いついたっていうことで。うん。よかったよかった。うん。 ま、今日はね、あの静岡のね、楽屋の方で、えー、あ静岡のね、沼津とこにね、劇場があるんですわね。うん、吉本のね。今日はそこでね、まぁ、あ、ちょっと、えー、お仕事してまいりまして、うん、まあ、ちょっと支配人さんが変わっておりましてね、うん、野球大好きすぎてね、もう、支配人さんやのにね、もう、あのー、ライブ出てきちゃうんだね。うん、でもう、芸人に野球クイズ出してはね、うん 楽しんでいるというね、ちょっと変わった支配人さんですけどもね、うん、野球好きすぎてね、僕大好きな支配人さんなんですけどもね、うん、まあ、今日ね、出されたんですよね、オリックスクイズをね、うん、1996年のドラフト1位は誰でしょう谷義朝って答えちゃってね、うん、ちょっと筑波大学って、 聞い,た聞いといてちょっと杉本優が出てこなかったというねオリックスファンとしてあ,のあるまじきちょっと失態を犯してしまいましてね、うん、杉本優が出てこなかった自分に勝つということでねほんと、うん、勝つってもうほんとよくありませんね、うん、背番号18、ね、杉本優、あまり活躍せずというね選手でございましたけどもうん まあそんなことはね、置いときまして、えー、今日は6月26日、3対3で引き分けでございました。えー、先発は幸也君、6回3失点。ね、6回途中か、えー、6回途中3失点。うんまあ幸也君はね、まあ、大体3失点ですわね、うん。だから今日も3失点かなと思ったら3失点でしたね。うん。ってことでね、まあまあ、 ある意味期待通りですわね。うん。まあ、サチャ君はね、まあ、こんな感じ。まあ、たまにあるよね。もう、すごいピッチングするときあるけどね。どないしたんちゅうね、本当。うん。今日はそれは出ませんでしたね。安定の3失点。今井君ということでね、なんとか、うん、もうちょっと抑えてほしかったところでありますけども、まあまあまあ、でもよく頑張っていただいたかなという気はいたしますね。うん。そしてね、もう今日は初回でした。ね、T さんが、 もう、強烈、ねセカンド、ウー・レン・チンのグラブを弾くね、あの、超強烈なね、打球を放っていただきまして、先生、ありがとうございます。ね T さん、ありがとう。ね5番、T、お方。やっぱこれがいいですよ。うん、2番、胸でね、うん、5番にとりあえず、T さんか、もやか置いといて、うん。 で、まあまあ、6番ね、えー、まあ、っちゃんとかでもいいですしね。うん。まあ、これがいいと思います。私はね。チーさんありがとう、今日ね。うん。そして、今日は打線がね、なかなか厳しい戦いでございましてね。まあ、今井くんもね、なかなかこう、フォアボールとか出してね、うん、チャンスをね、まあ、作らせてもろたんですけども、最後の一本が出ずっていうのがね、続きましてね。 まあ、ロメロが打たないね、本当、うん、困ったもんですな、ロメロちゃんはもう、ね本当にね、あとロメロに隠れてね、あの、3回かな、うん、福田ツーベースからの送りバンドで、ワンアウト、ランナー、三塁からの正隆さんのピッチャーゴロね、まあ、あれもね、なかなか痛かったですよ、本当ね、うん。 ワンアウト三塁で、ピッチャーおろわないでえっちゅうね。うーん、まあ正隆さんやからもうしゃあないっていう感じですけどもね。うーん。まあしかしこれでね、なかなかえ打ち崩せずというのが続きましてね。うーん。まあこれ早いこと今井君、まあ球数自体は投げてましたからね、まあ多分早めに降りてくれるやろうってうことで、まあ6回まで。 ね、今井君我慢してそして7回ねうん西武さんがえ系投に入っていただきましてね、うん、その瞬間打ち出すというね正隆さんソロ、ね、弾丸ライナー突きさせていただきましてそして我らが T さん、ね、再びのタイムリーでございましてありがとうございますね愛してます T さん、ね、大好きです、うん、今日は T さんのおかげで腹筋 スクワットも回避ということでね、うん。いつもお世話になってます。T さんありがとうございます。ねうん、今日は T さんにキュンということでね。うん、そして、えー、リリフ人、えーフ陣、漆原、富山、張薬君、平野で、えー、無失点リレーということで見事、えー、引き分けに持ち込んだという解釈にしときましょう。ねうん、まあだから、今日はだか 超今日はっていうかね昨日もそうでしたけどこの超ヤクはすごいね、えーまあ、今日はランナー出しましたけどもそのあとはもうピシャリですわねもううんいやー球が速くなってねやっぱ一回2分に行ってね、うん、ちょっとまあ精神的にやられてたみたいですけども首脳陣とお話しして、うん、まあ1回にね こう、全力投球するタイプのね、リリーバーとしてねうん、やってみたらどうやっちゅうことでねもう素晴らしいリリーバーとしてねこう、一軍に帰ってきていただきましたこれね素晴らしいですようん、これはでかいですよまあ、ちょっとヒギンスがね8回でね大丈夫ですかっていうね、こう、感じなんでうん、ここに跳躍軍がピシャッとはまってもらえたらねあーいい感じになるんじゃないうん まあでもね、あんまりね、このリリーフ陣に関しては決めすぎずというかね、がっちり勝ちパターン決めんでもいいかなという気がしますね。うーん。順繰り、順繰りね、あのー、やってた時期ね。うん。あれぐらいの感じでもいいのかなと思いますけどもね。うん。あ、平野さん今日は素晴らしかったね。うん。昨日はあれでしたけども。まあしっかり今日は平野さん押さえていただきて、ね。 うん、まあ,であ漆原んもねよかったねうん幸也んが、えー、残したランナーをね見事返さずねしっかり押さえていただいてありがとうございますねあと福田がもう出しようということで以前3割キープね素晴らしい、うんまあ、というわけで引き分けでございましたね今日はねうん明日宮城君に期待しましょうねというわけで お湯の晩酌でしたさよならバイバイ